慶応義塾獣医畜産専門学校は1944年に設立された私立の旧制専門学校大学専門部。日課事変の進展に伴い、教授学生の間に品大陸に関する関心がすこぶる高まり、各種の団体が続々、朝鮮、満州、中国本土に旅行するようになったので、義塾では北京及び上海に、 学生のための寄宿舎を設営し、夏季休暇を利用しての現地教育の体制を整えたが、選挙区の進むにつれて、学生の大陸渡航の制限が次第に厳しくなり、この企画は十分の成果を上げえない中に、中絶のやむなきに至った。軍事教練は年とともに強化され、学校にも一般市民の間にも特設防護団が設けられ、やがて報告隊が結成され、 学徒の修行年限は次々に短縮され、学校学徒に関する戦時の特別法令が、やつぎばやに交付され、学校教育の分野は著しく制限され、学徒はあるいは戦場にあるいは生産増強に動員されて、ついには学僧にとどまるおいは、少数の特殊の研究者か体の強弱で、軍務にも勤労にも適しないおいのみとなった。基塾はこの間にあって、 一時的に学生数は減じても国家100年のために学問研究の体制の維持充実を揺るがせにすべからずとなし、1942年に学児振興資金を設置し、昭和19年にはさらに資金募集に着手し、一方においては語学研究所を起こして、これに外国語学校を付設し、文筆症例、法学症例の両委員会を設け、 アジア研究所を新設した。さらに大陸及び南方の農業開発を目指して大学に農学部を増設しようとしたが、次局の緊迫は容易にこの案の実現を許さず、原案は採点三点してわずかに11区産専門学校の設立として、当初の計画の一部を実現しェに過ぎなかった。しかし一方で農学研究所を設立して実習農場を設けて、 他実のために備えるところがあった。戦後の教育制度の改革により1947年から生徒募集を停止し、1948年に慶応義塾農業高校に転換。1949年3月3期生の卒業をもって廃校となった。11区産専門学校の卒業生は356名、うち6分の1は獣医師として社会に貢献している。 彼らの同窓会は、カニが闇高いと称している。ありがとうございます。